皆さんこんにちは。今回はですね、平成から令和へと時代が移り変わり、また新ウルトラマン、ウルトラマンタイガが発表されたということで、歴代ウルトラマンのですね、変身アイテムをおもちゃを通して振り返っていきたいと思います。実はウルトラマン X の時にも変身アイテムを振り返ってみる動画は出しているんですが、あれからオーブ、ジード、ルーブとウルトラシリーズは続いていき、オーブの頃からはですね、ニュージェネレーションヒーローズという肩書き、呼称も生まれました。また変身アイテムで言えば、ウルトラレプリカという大人向けのアイテムも発売されてきているので、たった4年前でもね、ウルトラマンを取り巻く環境がかなり変わってきていると言えます。ということでですね、まずは昭和ウルトラマンの変身アイテムから見ていきましょう。まずはこちら。じゃなくて、これですね。ベータカプセルです。元祖ウルトラマンの変身アイテムということで、幾度となく商品化されているんですが、こちらウルトラレプリカ版となります。ハヤタ隊員がこれを空に掲げてスイッチを押すことでウルトラマンへと変身します。続いてウルトラセブンよりウルトラアイです。諸星団がセブンへと変身するためのメガネ型のアイテムで、この後動画で紹介しているものはウルトラアイリアルタイプシリーズ最終回バージョンとなります。実はね、ウルトラアイは制作事情によって複数のバージョンがあるんですけれど、これは最終回アンヌ隊員に正体を告白して、セブンに変身する際に使われたタイプのものですね。ベータカプセルもそうなんですけれど、このウルトラアイもね、結構団体にしょっちゅうなくしてたイメージがありますね。2007年に放送されたウルトラセブン X では、このウルトラアイもよりシャープな、形状のものに変化していました。続いて帰ってきたウルトラマンですね。帰ってきたウルトラマンは変身アイテムがないので、代わりにウルトラブレスレットを紹介していきたいと思います。こちらはですね、ウルトラマンメビウスが放送されていた頃、ウルトラ兄弟変身アイテムセットのセット品として販売されていたものです。ウルトラマンジャックの石で様々な形態に変化する、まあ、チートアイテムですね。続いてウルトラマンエースよりウルトラリングです。こちらはですね、北斗星司と南優子がそれぞれ所持していて、ウルトラタッチすることでウルトラマンエースに変身します。で、番組の中盤からはね、南優子は月星人ということで月に帰っちゃって、北斗が一人で変身するようになりました。で、この動画ではね、ダイキャストスイングを使用しています。こちらはウルトラマン太郎よりウルトラバッジです。こちらもですね、ウルトラ兄弟変身アイテムセットのセット品として発売されたものなんですが、これはですね、腕を広げて頭に掲げて、太郎って叫ぶことでウルトラマン太郎に変身します。ウルトラマンレオよりレオリングです。大鳥源がつけている指輪で、まあ獅子の瞳とも呼ばれているんですが、獅子の、レリーフとあと赤い宝石が特徴的な、デザインの指輪となっています。続いてウルトラマンジョーニアスのビームフラッシャーですね。額に当てて変身するんですけれど、おもちゃはね、ストロボで発光する変わったおもちゃになってますね。ウルトラマン80よりブライトスティックです。ベータカプセルの系統でスイッチを押すと80に変身するほか、劇中ではですね、ライザーガンのアタッチメントとして、変身アイテム以外にも武器としても使われたアイテムです。これはね、なかなか商品化の機会が少ないんですけれど、この動画ではですね、ウルトラ兄弟変身アイテムセット3に、付属したものを使っています。ちなみに2012年にプロップレプリカが商品化する計画があったんですけれど、残念ながらね、ちょっとその計画はポチャっちゃってます。少し時代が進んで、ウルトラマングレートよりデルタプラズマです。海外ウルトラマングレートのアイテムで、これを使って精神統一をすることでグレートに変身します。当時品の玩具はちょっと大きいんですけれど、最近ですね、ダイキャストルミナススイングとして、こう劇中に近いサイズのデルタプラズマーも販売されています。ウルトラマンパワードのフラッシュプリズムです。初代ウルトラマンのリメイク作品ということで、ベータカプセルのようなね、スティック型のアイテムなんですが、こちらもですね、頭上に掲げてボタンを押すとパワードに変身します。ウルトラマンゼアスよりピカリブラッシャーです。綺麗好きウルトラマンということで、世にも珍しい電動歯ブラシ型のアイテムになるんですが、これはですね、歯を磨いて、掲げることでゼアスに変身します。おもちゃっていうか完全に電動歯ブラシなんですけれど、これで歯を磨いてから、掲げることでゼアスに変身します。
ウルトラマンティガよりスパークレンスです。第5隊員をティガへと変身させるアイテムで、ティガのプロテクターに似たデザインですね。これはね、2008年の超ウルトラ8兄弟の時に、再販されたスパークレンスですね。近年ですね、ウルトラレプリカとして大人向けのスパークレンスも発売されてるんですが、こちらはね、勝手に BGM が流れるんで、あんまり評判は良くないですね。劇場版ではですね、闇のスパークレンスとして、ブラックスパークレンスが登場しました。ウルトラマンダイナよりリーフラッシャーです。ダイナの顔の形をしたアイテムで、木彫りのお土産みたいな感じなんですけれど、実はね、これがなくても結構ね、ダイナって、気合で変身できたりするんですよね。こちらも近年大人向けのウルトラレプリカが発売されています。続いてウルトラマンガイアよりエスプレンダーです。ガム隊員が自作した変身アイテムで、ガイアのカラータイマーライフゲージの形をしています。ガイアにはですね、もう一人、青い巨人のアグルが登場するんですが、アグルの方はこのアグレイターを使って変身することができます。おもちゃだとね、劇中だとこう、アグレイターって自動でこう、くるくる回るんですけれど、さすがにね、おもちゃじゃそれは再現できないんで、まあ、手動で回すような形になっています。このエスプレンダーとアグレイターも、近年ウルトラレプリカで発売されています。ウルトラマンナイスよりナイスドリーマーです。腕時計の中に入っているチョコレートを食べるとウルトラマンナイスに変身します。おもちゃはご家族体セットっていうセット商品で、発売されました。ウルトラマンネオスよりエストレーラーです。こちらもね、定番のスティック型なんですけれど、天に掲げることでウルトラマンネオスに変身します。おもちゃはネオパワーセットっていうものに付属して発売されました。で、僕の持ってるものは、ちょっともうこれ、音が鳴んないんですけれど、本当はこう、ボタンを押すと、ネオスの変身音声が鳴ります。ウルトラマンコスモスより、コスモプラックです。元はね、武蔵がコスモスから与えられた奇跡で、これを掲げることで、コスモスに変身します。ボタンを押すと、まあ、花が開くようなね、作りになってるんですけれど、おかげでこのヒンジがね、結構壊れやすくて、意外とね、中古とかでも、見かけないアイテムになってますね。続いて、ウルトラマンジャスティスのジャストランサーです。劇場版に登場した、まあ、浜田辰臣くんもね、一番好きな、ウルトラマンジャスティスの変身アイテムなんですが、こちらはね、ジャスティスパワーセットというものに付属して発売されました。で、ウルトラバッジ以来となるね、バッジ型の変身アイテムなんですけれど、こう羽が展開することでジャスティスに変身するんですが、これおもちゃの方はね、結構ね、くせ者で、僕これ最近新品を買ったんですけれど、もうね、まずボタン電池が液漏れしてて、本当はここのボタンを押すと変身音が鳴るんですけれど、残念ながら鳴りませんでした。本当は、羽のね、折りたためる、劇中同様羽が折りたためるんですけれど、金プラを使ってるんで、ちょっと力を加えると折れそうな感じがするんですよ。前にも持ってたんですけれど、それはね、折れちゃったんで、これからまあ入手したいっていう方は、結構その二つの点にね、注意した方がいいと思います。ここからは CBC ウルトラマンのおもちゃの紹介ですね。まずはウルトラマンネクサスのエボルトラスターです。デュナミストの絆をつなぐですね、変身アイテムで、剣の鞘がモチーフになってるんですが、こうやって鞘を抜くと、
まあ、ネクサスに変身することができます。まあ、当時のおもちゃはあんまり変身音声が似てないんですけれど、最近発売されたウルトラレプリカでは本編準拠のですね、変身音声を再現しています。またネクサスではですね、闇の巨人の変身アイテムですね、ダークメフィストに変身するダークエボルバーも商品化されました。ウルトラマンマックスからマックススパークです。光を吸収して腕に装着することでウルトラマンマックスに変身できます。ギミック重視の変身アイテムで、おもちゃとしては、必殺技のね、なりきり玩具も兼ねています。ウルトラマンメビウスよりメビウスブレスです。メビウスの変身アイテムで、クリスタルサークルを回転させることで、ウルトラマンメビウスに変身します。で、こちらもマックススパークと同様に、メビウスのね、変身後のなりきりも兼ねていて、メビウムスラッシュとか、メビウムシュート遊びができました。メビウスにはね、もう一人青い巨人のウルトラマン光も登場するんですが、こちらはナイトブレスを使って、光、そしてハンターナイト剣に変身します。振動センサーがすごいね、敏感なんですよ。このメビウスブレスとナイトブレスは合体させることで、メビウスブレイブの、ナイトメビウスブレスにすることもできます。で、このメビウスブレスとナイトブレスも、当時のものは音声が似てなかったんですが、最近ウルトラレプリカでですね、BGM を搭載したり、当時の、音声を収録したものが発売されています。そしてウルトラマンゼロのウルトラゼロアイです。ウルトラ銀河伝説で鮮烈なデビューを飾ったウルトラマンゼロの変身アイテムなんですが、お父さんのウルトラセブンと同じでメガネ型の変身アイテムとなっています。ガンモードへのね、変形ギミックを持っているんですが、ボタンを押すことでウルトラマンゼロに変身することができます。また映画ウルトラマンサーガではですね、ウルトラマンゼロとウルトラマンコスモスとウルトラマンダイナが合体したウルトラマンサーガが登場して、まあ、厳密には変身アイテムじゃないんですけれど、ウルティメイトブレスが、変形してサーガブレスになって、まあ、ウルトラマンサーガのね、変身音声が流れるおもちゃも発売されました。
そしてここからはニュージェネレーションヒーローズの、変身アイテムを紹介していきたいと思います。まずはですね、ウルトラマン銀河より銀河スパークです。今まで紹介してきたウルトラマンのおもちゃは、まあ、残念ながらね、本編と音声が異なるケースが多かったんですけれど、ここからはですね、本編と同じ音声が流るほか、あの大きな違いとしては、まあ、平成ライダーみたいなね、連動するキーアイテムを使うことで、変身するようになりました。スパークドールズ、まあ、ソフビの人形と連動してウルトラマンに変身、ウルトライブすることができる他に、まあ、怪獣にもね、変身することができるアイテムで、まあ、ソフビと合わせることですごい遊びの幅が大きく広がったウルトラマンの変身アイテムですね。銀河スパークからは歴代ヒーローのね、レジェンド系のウルトラマンの変身音声も多数収録していて、例えばナイスなんかもね、とこのようにですね、歴代ウルトラマンの変身音声も収録されている、まあ、すごいアイテムでした。ウルトラマン銀河 S では2人目のウルトラマンとしてウルトラマンビクトリーが登場しました。ビクトリーのビクトリーランサーは、ガンモードの他に、変身するランサーモードですね。怪獣の力を使って戦うこともできます。ウルトランス、キングジョー、ランチャー。銀河とビクトリーは映画ウルトラ重勇士で合体してウルトラマン銀河ビクトリーに変身しました。平成ウルトラマンと合体しているので、平成ウルトラマンの力を使って戦うことができます。ウルトラマンディガの力よ、レベリオン光線。ウルトラマン X、X デバイザーです。ジオの通信機に X のデータが宿ったアイテムで、X のスパークドールズをリードすることで、ウルトラマン X とユナイトすることができます。さらにこのサイバーカードを読み込むことで、モンスターアーマーをウルトラマン X はまとうことができます。サイバーゴモラロードします。よし、行くぞ。サイバーゴモラアーマーアクティブ。ウルトラマンオーブよりオーブリングです。こちらですね、ウルトラマンの力を宿したこちらのウルトラフュージョンカードですね、こちらをですねリングに通すことでウルトラマンオーブの各形態に、フュージョンアップすることができます。ウルトラマン、ウルトラマン、フィガ、フュージョンアップ。
組み合わせるカードによって様々なウルトラマンにね、フュージョンアップすることができるのが面白いアイテムですね。ウルトラマンオーブの、本来の姿オーブオリジンはオーブカリバーを武器とするんですが、もともとはこれがウルトラマンオーブの変身アイテムでした。ウルトラマンジードはウルトラカプセルと呼ばれる、アイテムをジードライダーに装填して読み解むことでウルトラマンジードに変身することができます。フュージョンライズ、ウルトラマンベリアル。このアイテムの面白いところは、敵である福井デケイも、同じジードライザーを使って、怪獣カプセルをリードすることで、ベリアル融合銃にフュージョンライズするという点ですね。つまり敵も味方も同じアイテムを使ってるっていうことです。またウルトラマンジードの物語にはウルトラマンゼロもですね、深く絡んでくるんですが、この作品ではウルトラゼロアイもウルトラゼロアイネオと変化しています。ゼロへの変身の他にジードライザーと合体することで、ネオフュージョンライズ、ニュージェネレーションカプセル、アルファ、ベータ。とこのようにですね、ネオフュージョンライズして、ウルトラマンゼロの強化形態ゼロビヨンドへと変身することができました。またですね、ジードライザーの装填ナックルやウルトラゼロアイネオは後にプレミアムバンダイからですね、劇中のセリフや音声を収録したバージョンも発売されています。レイド、ちょっと体借りるぜ。ゼロアイを。ウルトラマンルーブよりルーブジャイロです。ウルトラマンの力を宿したこちらのルーブクリスタルですね、こちらを装填して3回レバー操作をすることでウルトラマンロッソとウルトラマンブルに変身します。同じクリスタルでも角の違いでロッソとブル別々のウルトラマンになるのが特徴で、2人のウルトラマンが4種類の形態に変化します。またウルトラマンルーブの中盤からはですね、ロッソとブルが合体した、ウルトラマンルーブが登場します。こちらは初代ウルトラマン、ウルトラマンベリアル、ウルトラマン太郎、ウルトラマン銀河、ウルトラマンティガ、ウルトラマンビクトリーのクリスタルが融合した、極みクリスタルで変身します。
そして、ウルトラマンルーブ最終回で登場したマコトクリスタルは、劇場版においてウルトラマンロスト、ウルトラマンブル、ウルトラウーマングリージョを融合させ、ウルトラマングルーブへと変身しました。ということでですね、歴代ウルトラマンの変身アイテムを振り返ってみましたが、いかがだったでしょうか。近年のシリーズ、いわゆるニュージェネレーションヒーローズは平成ライダーの影響を強く感じますね。また力を借りるアイテムがここ数年の定番となっています。しかしですね、ウルトラシリーズ、ウルトラマンにとって一番大事なのは僕は神秘性だと思うんですよね。ということで、最後に紹介するのがこちら、ウルトラマンオブダークノワールブラックシュバレツに変身するためのアイテム、オーブリングネオです。まがたまのようなデザインと、こう、すべてを覆い尽くす黒、それから情熱の赤のね、配色が素晴らしく美しいアイテムで、まあ、これこそね、ウルトラマンの変身アイテムの究極系と言ってもいいでしょう。で、変身音声はオーブニカのアレンジですね。とっても壮大です。さらにですね、こちらルーブジャイロと合体できるプレイバリューも持ち合わせた素晴らしいアイテムとなっています。まあ、最後はアイゼン社長風にちょっとふざけちゃったんですが、まあ、ポジティブに捉えれば、まあ、最近のウルトラマンも時代に合わせてですね、おもちゃも進化しているんじゃないかなと言えるんではないでしょうか。最後にウルトラマンタイガの変身アイテム、タイガスパークを見ていきたいと思います。久しぶりのガントレットタイプのアイテムで、これと連動するウルトラアクセサリーによって3人のウルトラマンに変身することができるようです。まだ具体的にはどんなギミックかわからないんですが、早く遊んでみたい、ウルトラマンの変身アイテムだと思います。ということで、令和ウルトラマン第1号となるウルトラマンタイガ、このチャンネルでもすごく応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。